13から伝承魔街道、モハ62、クハ66のお話ということでね、お話をさせていただこうと思います。しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まあ、はじめにということでですね、今回は、4つの項目ね、お話をさせていただこうと思います。まず1つ目ですね、ローカル線向けに旧型国電を改造して、身延線に登場。ね、次、2番目は改造点と特徴ということでね、お話しさせていただきます。で、3番目に関しましては、外観は新車、再度旧型電車、まあ、利用する側からはということでね、お話をさせていただきます。で、最後、4項目目ですね、こちらの方は115系電車にはなれなかった比喩、まあ、その原因はということでね、お話をさせていただきます。で、まあ、ローカル線向けに旧型国電を改造して、身延線に誕生ということでね、このタイトルでお話しさせていただくんですけども、そのモハ62型電車、まあ、旧型国連ですのでね、まあ、70系と80系という言い方はしません。まあ、本来70系、80系というのもですね、まあ、本来は旧型電車の総称、旧型電車は本来言わないんですけども、まあ、あれはまあ一般的にですね、なんかその車両以外こう言及しないということがあったのでね、旧型電車でありますけども、まあ、70系とか80系という言い方をするんですけども、まあ、このモハ62型もですね、まあ、66系とか62系という言い方もらえるんですけども、基本的に差し替えてですね、基本差し替えて、モハ62、クハ66型電車という表現をさせていただきます。まずそれで、こちらの方ですね、もちろんモハ63型、終戦直後に作られたね、これを街道版の73型と書いてますけども、戦後作られたですね、73型として作られた、まあ、電車ももちろんあるんですけども、今度ちょっとね、その辺ちょっと走らせていただいて、まあ、一応戦後ですね、製造されたモハ63型は後の街道73型をベースにですね、まあ、改造された電車ですよということで、3編成12両がですね、高取工場、ね、長野工場、それから郡山工場ね、3所で、ね、製作されました。鉄道版は1976年12月号ですね、これを参照しますとですね、身延線用のモハ62、クハ62についてという、まあ、記述がありました。49年に改造されてるんですけども、記事が載ったのが、ね、76年ということで、1年半ぐらいあとになってるんですけども、まあ、その他どうもですね、73型を改造した電車なので、通勤型電車だったらね、ロングシートだったら、すぐ問題がなかったんでしょうけども、サンドアで、なおかつクロスシートということですね、全く別の形じゃないかということから、形式認定にね、すごい時間がかかったということをね、書かれていますよね、ウィキの記事をね。ということで、まあ、少し運用までは時間がかかったみたいです。で、これの記事がですね、実際1976年の2月号ということでですね、75年の、まあ、11月か12月にね、発売されてますので、12月に発売されてますので、まあ、実際その動き出したのはそれぐらいの時期なのかなって思ったりしてます。まずこの中でですね、特に旧型電車をね、地方へ転出させる際にですね、まあ、かなりの回路に直しすぎたと言うんですけども、それでもなかなかね、地方に持ってくるとですね、なんか、東京のお風呂が来た、ね、いうふうにですね、やっぱ言われるというところもあってですね、まあ、極上があったりしたわけなんですね。ということでですね、さらにまあアコモデーション、まあ、そのような室内設備ですね、これを改良してですね、まあ、してくれというくらいは強いんだけども、旧型国電はこう外観、中だけ改装しようですので、限界があるわけですよね、どうしても。そういうことからですね、まあ、115系電車並みにね、アコモデーションを改造する、要するに上回り全部取っ替えちゃうというふうな形でですね、旅客サービスのイメージアップを図るんだというところでですね、計画された、まあ、車両なんですね。で、まあ、下腕要素も強いということもあってですね、とりあえずまあ4両編成のね、3編成、これを投入しようというふうになるわけですね。で、それはまあ先ほど高取工場だったり、長野工場だったり、郡山工場ということで、まあ、3社を競わせるわけなんですよね。で、まあ、他にもですね、その他の戦区からもですね、そういう新車ができるんだったら、うちとこも入れてくれっていうことで、声が新しくてですね、まず飯田線、あと呉線ですね、あと仙石線、まあ、御殿場線、大井戸線、まあ、こういう名前がね、上がった。そうです。まあ、仙石線に関してはですね、やっぱりもともと103系よりも、その72型電車を入れてましたので、まあ、入れるんだったら通勤型電車をね、入れてくれということで、その、49年ですね、試作していた、970番台という、もう72型のね、要は72系電車の、72型電車の、101系並みにですね、ボディを取り替えた、そういう試作車があったので、それに準じたですね、車両をまあ投入するというようになるわけですね。それが、最初は潜水船は水冷と計画書らしいです。というところで、まあ、ここの話はひとまずここで終わらせていただきます。
次ですね、改造点の特徴ということで、まず車両なんですけども、4両編成、先ほど申し上げました。で、TC、M、M、TC ということで、なるわけですけども、こちらの新性能電車といわれるタイプじゃないので、M、M' というユニット構造である単発になります。M 車の方。ただしですね、TC の方は、奇数向き、偶数向きということで、完全にね、バケロットらしいです。ですので、偶数向きの車両、だから2番のね、002っていう車両ですね、方向転換して、001と同じ方向に持っていこうとしても、つながらないというか、つなげられないというかね、ジャンパー線の、設備がないっていうところでですね、まず番号は、まあ、偶数と奇数で固定させてる、固定させていたらしいですね。あと、他にですね、この申請車両に関してはですね、115系を取らない、車内設備とするために、車体幅はですね、通勤型電車で、JR 東日本になってから2900人の大きなね、車体とか作ってますけども、国鉄の時代はですね、まず、かたくないですね、通勤電車は2800ミリ。ね。それで、新性能電車は2900ミリ、まあ、重型客車もそうでしたけども、の新しい車体幅を使うんですけども、通勤電車に関しては何が2800ミリをね、ずっと来とったわけなんですね。で、それもあってですね、この車両もですね、まあ、実は2800ミリですごい、まあ、問題なかったんでしょうけども、115系に準じた、まあ、言うというのはね、デザインにするっていうところからですね、車体幅は2900ミリ。で、両開き1300ミリのですね、ドアを3箇所に設けるっていうことで、もう外観はですね、まあ、当時製造された115系300番台に準じたものになりました。あと、運転台もですね、115系の300番台からは拡張されてるんですよね。運転士の居住環境を改善してくれ、みたいなね、そういうところがあってですね、まあ、それはマルセイ運動の生産性運動のちょうど後ですので、49年頃はですね、もう結構、まあ、当時の国鉄の事情を反映してるんですけども、当局はですね、どんどん情報しちゃうところがあってですね、運転台はもう少し広くしてくれ、ね、ということから、客室をわざわざ狭めてもですね、運転台は拡張しちゃうというところで、300番台はですね、運転台が広いタイプになります。あとですね、モハ73が先ほど申し上げました通り、2800ミリの、台枠を使っているために、下の方がですね、垂直になっているんですね。115系の申請者の場合ですね、台枠自体がこう、全体にこう、カーブ描いてるんですけども、モハ62、クハ66の方はですね、2800キロの台枠なので、当然そういくと、隙間ができちゃうので、どうするかって言っても、無理やりこう、キュッと曲げて、台車の下のところね、台車の下までキュッとこう曲げて、台車の下の2800キロのところにピッと垂直に下ろす。まあそういうふうなね、形を採用していたというふうに言われてます。で、実はここですね、こういう感じ。こうキュッとこうですね。それで緩くこうね、緩く流れていくんですけども、いきなりこうシュッと曲がって、こうやって曲がる。まあもう関西風の表現ですけども、まあそういうような形が若干違ったというところがあります。あとですね、衝突安全性を考慮してですね、運転台は強化されて、従来 3.2 ミリよりももう少し大きいタイプになっています。で、他にもですね、外板のこの厚さ、これがですね、実は申請車 1.6 ミリなんですけども、工作性を考慮してですね、バーティフは多少でもこうね、曲げたりするとき楽だろうっていうところもあったんでしょうけども、申請車が 1.6 ミリなんですけども、2.3 ミリという結構ね、分厚い目の、鉄を使って、車両を作っています。時々ですね、外板が薄かったんで早く廃車だったんじゃないかなんていうね、技術があるなんてことも見たことありますけども、実際はですね、むしろ改造車の方がですね、分厚かったりする、車体のね、鋼板の後半に関しては。まあ、それはですね、とりあえずなんで早く廃車やっちゃったのかは、後々ですね、説明しますけども、その点ですね、誤解ないようにお願いいたします。あと、改造点の特徴ということで、当時の鉄道ファンの資料からですね、ちょっとコピーというか、引用させていただきました。まずこれ見ていただくとわかるんですけども、クハ66の方ですね、先ほど申し上げました通り、運転台が広くなっています。その分ですね、後ろの後方の座席がですね、3人掛けか2人掛けに減っているというところがですね、一つの特徴です。あとは冷房についてはですね、地方線区ということで、冷房の準備工事すらですね、
計画されていないというところになります。同じくですね、次のモハ62の方もね、見ていただこうと思います。モハ62の方もですね、まず低屋根構造になっているのが一つですね。で、まあ、PS23A っていう、まあ、もちろんパンタグラフはすでに開発されておったんですけども、旧型電車の改造ということで、旧型のパンタグラフ PS13 というやつですけども、それを活用するということもあって低屋根の構造になっています。で、115系もですね、2600万台だったかな、投入される時にはですね、PS23A を使ってるんですけども、さらにですね、実は中央線のさらにこうトンネルが小さい、もともと施設だったんでということで、すごい若干屋根を低くしてですね、その上に PS23A を乗せているというふうに今書かせていただきます。まあ、こういうですね、見ていただくと分かるんですけども、外観はですね、もうまんま115系。の感じなのかなっていうのをね、分かっていただけるんじゃないかなと思います。まあ、次ですね、外観は新車、再度旧型電車、まあ、利用する側からっていうことでね、お話をさせていただこうと思うんですけども、まあ、外観はですね、当時は先ほど申し上げましたようにですね、115系の300万台、これに準じた車両を使ってになっていました。室内の照明もですね、まあ、蛍光灯などはね、旧型国電のような直流蛍光灯ではなく、115系と同じ一般タイプですので、明るいし、ね、本数も多かったわけです。実はですね、直流、モハ72型の頃のですね、旧型国連の蛍光灯というのは、実はね、本数も少なくって、直流の蛍光灯なんですけど、まあ、明るさは、ね、一緒なんですけども、本数が極端に少なくって、正直言って薄暗かった。私も阪和線なんでね、和歌山で住んでましたので、大阪行く時はですね、阪和線を利用しとったわけなんですけども、阪和線のね、モハ72とかね、まあ、そのもっと他の旧型国電ですよね、宣伝型国電とか、乗るとですね、夜なんか怖いんですよね、正直言って、薄暗くて。で、なおかつもう、大鳥を過ぎるとですね、もう当時はもう東岸和田のものをね、探れてましたし、まして熊鳥、ね、泉砂川、この辺りなんかね、もう今までなんかと違って、もう、光がほとんど入ってこないからね。そんな感じで。本当にこういう、幽霊電車みたいなイメージがぴったりくるよね。そんな感じだったんです。そのさらに車内が薄暗いわけですから、まあ、子供がちょっと怖く感じるんですよね。まあ、そんな時代でした。まあ、それと比べればですね、115系電車と準じた車両なので、非常に明るいわけです。車内自体もね。ということで、利用者の評判というのはすごく良かったわけです。ね、あと、旧型国電とも、もちろん、旧製の電車なので連結はできるんですけれども、こう右の写真のようにですね、多点式の車両をね、こう仲良く組むことができなかったわけです。まあ、この例、ここの例ではですね、クーハ76の次にですね、モハ72の920番台っていうね、車両が連結されたわけですけども、こんなやり方できなかったですね。モハ62のクーハ60はいないんですね。例えばこのモハ72であるとか、そういう旧型国電をこうやって挟むっていうのはダメだった。ね、でその代わりですね、クハ66、先頭車同士を、ね、くっつけるというのは OK だったんですけども、中間に挟むのはできないというね、そういう違いがありました。でまず115系電車にならなかった理由、その原因はということなんですけども、まあ、外観はですね、115系300番台で充実した車両であって、一般の車両から、まあ、一般の利用者からすればですね、当然評判良かったわけなんですね。ただ、研修する側からすればですね、マシマや73型の旧型電車と一緒ということで、車両の検査時期の問題というのがあったわけなんです。まあ、それはどういうことかっていうと、これになります。トン。まずですね、115系と、もは62、クハ66って書いたね、表が出てきました。で、0が48って書いてるんですけども、ね、これも、勘の言い方はもう、勘づかれてると思うんですけども、月数です。ですので、115系がですね、1年おきに検査をして、4年後に初めて工場に入るわけですね。で、1年目は台車検査、2年目は腰部検査ということで、工場に入らないまでも、電車区の中でですね、研修の部分で、かなりの部分ですね、分解はしないまでも、まあ、分解できたら分解するんですけども、チェックをしていく、まあ、そういう検査をしないといけないですね。で、4年目に始めるなと。逆にですね、モハ62、クハ66っていうのは、まあ、旧型電車ということになりますので、旧型国電になりますので、この周期が短くなってしまって、半年おきにこう検査をしないといけない。
ということで、もう春口に行く、春口に行くですね、半年後にまず代車検査を行います。で、次に腰部検査ということで、1年後に行われます。さらにまた半年後にですね、代車検査。で、2年目には、電板検査ということでね、工事に入るわけですけども、要は、車の車検みたいなもんですよね。だから6ヶ月点検、12ヶ月点検、で、まだ6ヶ月点検して、24ヶ月点検で、まあ、車検ですよと一緒で、結局それですね、2年で繰り返しになるということで、115系と比べればですね、単純に計算しても2倍のね、費用がかかるということになります。で、これをですね、さらにですね、実際は車のオイル交換なんかと一緒ですね、その時期でね、1年後とか半年後だけでいいんですけども、実は走行距離によってね、検査時期ってのはもっと決まってくるわけです。ですので、実際には、12万キロまでいいですよって言っても、半年後でいいですよ、1年後でいいですよって言えども、最初にさらに、距離ですね、代車検査20万キロ、新型申請書の場合、申請納車の場合ですね、20万キロ。ね、走っちゃったら、1日1万キロ走るとしたら、極端な話ですよ。20日でまだ達しちゃうわけですよね、極端に言えば。というふうに、20万キロ走っちゃったら代車検査しないといけない。同じように、腰部検査っても40万キロ走ったら検査しないといけないということで、連番検査80万キロ以内っていうふうになってるわけですよ。だからそれも1年、4年間なのか、もしくはそれがもっと足退縮して、特急電車の場合でしたらね、2年おきぐらいになるかもしれないわけですけども、まあ、それに決まってる。だそれに対してですね、旧型国電のモハ62、モハ66っていうのはですね、この距離がもっと極端に短いわけですよ。代車検査は6万キロ。ね、腰部検査は12万キロ。連番検査は24万キロっていうことで、新性能電車の代車検査する頃ぐらいですね、電波検査入らなきゃいけないというね、ことになるわけで、まあ、そういう意味でもですね、まあ、かなりちょっとこう、金食い虫的なね、要素が出てくるとなるというのはね、分かっていただけるかなと思います。まあ、そういうことでですね、まあ、当初はですね、旧型国電の置き換え時期っていうのがですね、明確じゃなかったわけですよ。いつ交換できるかなって、国鉄の本社の方でも。ですので、まあ、旧型電車のアコモデーションを改造してですね、乗り切ろうとしたわけなんですね。まあ、それでなんとかお茶を濁そう、ごまかしとこうっていう感じでね、ごまかすは言い方良くないですけども、思ったわけですけども、意外とですね、改造費が高くなっちゃった。ね、やっぱり一旦ばらさないといけない。ね、車体を一旦ばらして、ね、まあ、使える部屋ももちろん使うんですけども、それに新しい部屋付けたりするということで、意外と高くついた。というのが一つでした。それとですね、先ほど申し上げました通り、足回りがですね、旧型電車のために、当然ですけども、検査費用がかかる。さらに、新性能電車じゃなくて、旧型電車で性能も旧型のままですので、加速力とかですね、そういうのも劣るわけで、新性能電車入れるようなダイヤを組めないというところもありました。ということで、結果的にはですね、節約的には、あんまり節約できないなってなるわけですね。で、メンテナンスフリーもなかなか望めないわけですよね、古い電車っていうのは。まあそういう理由からですね、まあ当社は先ほど申し上げた飯田線とかね、呉線とか、ね、御殿場線とかに入れてほしいっていう要望はあったんですけれども、ね、結局は身延線の投入だけでですね、改札ストップしたわけです。で、身延線のモハ62、モハ66もですね、1981年に、まあ115系が新製配置されます。ワイデッド赤色2号に白帯っていうね、ちょっと独特の雰囲気、車両が導入されているけども、まあ、その後もですね、当然一緒にまあ運用はされるわけですけれども、混用されるんですけど、84年にはですね、早々と引退してしまう。ですから、改造が74年で、実は運用したら75年ぐらいなんですけども、74年からですね、84年には運用を離脱するということで、10年保証は取れないんですよね、結局。で、まあ、86年にはまあ電車廃車になってますということで、ほとんど実質は7、8年しか運用できなかったのかなっていうね、ところがあります。そこはちょっとね、悲劇かなと思いますよね。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は身延線だけに投入されたモハ62、モハ66のね、お話をさせていただきました。当初はですね、地方ローカル専用の旧型国電置き換えようとして、まあ、計画されたものの、まあ、改造費が思ったより高額になった。ね。まあ、さらに検査周期が、従来旧型国電と同じっていうことだったら、その効果が高いか、そういう理由もあってですね、身延線用投入された12両に、とてもいいと思います。
なお次回ですね、103系に改良された緩和式専用のマハ72型970番台、クハ79型600番台をね、取り上げる予定としております。今後もですね、この番組の方ですね、チャンネルの方ですね、役に立ったと思えばですね、高評価、ね、またチャンネル登録とかしていただきますとですね、私も励みとなります。今後ともどうかよろしくお願いいたします。